我こそがジャンバリの誇る最強の武者である。ここまで磨き上げた武芸は戦場で勝つためのもの。敗北が意味するものは死なのである。いざいかんがむしゃらに戦う我の姿をその目に焼き付けろ。ジャンバリ .tv とめきちによる2日連続パチンコパチスロ実戦機。2日間のトータル獲得ポイントにより視聴者プレゼントである番組オリジナルクオカードの当選人数が変動。少しでも多くの方にプレゼントを届けるためにとめきちががむしゃらに立ち回る。はいどうも皆さんは、毎度おなじみがむしゃら激闘 2days。 早速、スタートなんですけども景気を行きたいところなんですけどもね、1年間続けてまいりました。こちら埼玉県は初だし、第2土日必ずやってきてたねティアラさんでのがむしゃら収録が今回で最終回ということになりました。1年間どうもありがとうございますということでね、今回、最終回と際しまして特別ルール、罰ゲーム濃縮はございません。ただしちょっとこの1年間、私とめきちがすげー情けない結果で終わってたということで本気を出そうかなと、ついに僕も。ただでも気ついたらね、僕は1人が本気出したところで、もう到底まくれる数字じゃなくなってるということなんで、今回ちょっと助っ人を特別に、お呼びさせていただきました。まずはこの方です。来いよあの人、自分で言えや。自分で二郎ですって入ってこいよ。呼び込んでしかも一人ずつなんやなんかいい感じやろ。二郎です、よろしくお願いします。はい、というわけでね、伝説のあの回から自分で言うのとかもうやめといた方がええで、伝説とかさ、いいねがつきまくる伝説の回から伝説の回から、はい、次のがむしゃらから、はい、低評価がバーン上がったなあ、お前で一回上げてもうガーン落としてもうた、伝説の回から再びっすよ。あれ再びっていうことでね、はい、あの回はすげえ楽しかったもんね。楽しかった、ほんまに。だから今日も二人で精一杯頑張ろう、いやもうほんまそうやね、はい、俺もだから J の力なしでは、俺もおる、呼べや、おい、どうした、パイオニアの方ですか。それ言うたあかんやん、花専門の方ですよね。おいちゃいますよ、収録中やから。あ、ほんま、ごめんな、収録中やし、かっこマトリックスみたいやしな、マジで。俺も収録すんねんって。なあ、マトリックスみたいな、なんなんこれ、かっこいいでしょ。かっこいいとかじゃなくて、一さん、黒バラ軍団の、はい、勝率ナンバーワン男でしたっけ、はい、の佐藤幸太郎さんです。フルネーム言うな佐藤さんです。佐藤クラミジア幸太郎さん、はい、そうなんですけども、はい、今回はもう是が非でも在庫処理したいと、はい、クオカード在庫処理じゃない、はい、もうみんなに届けたい。もちろん届けましょうよ、はい、だからもう3人いるから、はい、いつもの3倍おプレゼントさせてもらいますんで、枚数、はい、ってことは1万枚出たら1万枚出たらだから300枚ぐらい計算せえや全然でき適当に通じるな、なんかそんぐらい、それに匹敵する数それに匹敵する数がプレゼントされるっていう、インパクトあるぐらいのね、インパクトのあるやつやから、はいはいはい、でもちなみにね、もうすでに並びでだいたい400人超えてるっていうことなんで、もう新記録達成ですよね。怖いわ、すごいね、やばいですよ今日も。きっと今日も二郎君も幸太郎君も1回ずつ来てるけどさ、はい、そうね、もう今日なんかもう 100% 立ち回れへんし、なんや言うたらもう多分トイレ行きたいと思った時には時すでに遅し、多分トイレも埋まってるから。あ、トイレも埋まってる、トイレも早め早めね、チープ性なんやトイレはトイレも、うん、じゃあ俺トイレから行っていい？あ、いいよ全然、俺まず ATM から行くわATM 行ってトイレ行ってさあ打とうってしようと思ってるから。あ、ほんま、気長に行こうぜ、とりあえずなんかもう20時間ぐらい打つんやろ俺ら、うん、2日間で、確かに、うん、気長に行こうぜ、うん、長いからね、頑張りましょう、はいはい、というわけで我々3人で頑張ってクオカード皆さんにプレゼントするために、はい、いっぱい出しますんで、2日間どうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。行ってまいります。抽選まだまだややばいな、進まへん。やばいな、やばいっすね、やばいっすね。誰が朝一ガロから、朝一ガロ、朝一モーニングガロ、いややばいわほんまにはい、というわけで別に何でも OK なんで行きます。うわー、
なんでも OK とか言うからやん。こんなん当たりやん。頼むぞ。コウダロスで。任しとけ。コウダロスで。任しとけ俺に。死ね死ね。中途半端や。マジで。はい、僕最終戦1日目379番でもどうしようもないですね。どうしようもないです。はい。217番。パチスロの台数は超えましたけど、多分ギリギリ座れるかな。まあギリいけるね。俺多分パチスロ無理やな。僕169番なんで。お前いけるよね。でいける。まあパチスロはいけますけど。169はジャグラーもいける。ほんま全然。ジャグラーいけます。マタドール取れます。マタドールいけます。横からいけるという。まあ、いけるじゃあいける。じゃあいける。ちょっとね、注目してる昨日3人で喋ったんですよ。オキドキトロピカルが入ってるんで、そこの島、ハーデス、凱旋あたり、その辺行けたらいいなと思ってるんですけど、ちょっと無理かな。まあ入ってみてですね。まあそうだね。いい番号やった狙いだったんですけどね。くそ、悔しい。けどまあ217パチスロは打てるんで、多分ね、ほぼほぼ打てるでしょう。人工実践やったらやっぱ俺はマックスいかんとあかんですかね。何が取れるか。何取れんの。ちょっと待って、多分次郎くん、とめきちさんはもう多分スロット無理ですね、絶対。さあこっちの番号が191番なんで、パチスロは2、30台空いてるはず。え、俺ここに来てラブ城行くの。ラブジョーとか頑張れる気せえへんねんけど、ちょっとでも一旦押さえますわ。え、待って、マジで、もっと空いてると思ってた。あー、リノアリやね。うわ、これラブジョー取ってしまったけど、2時間後ぐらいにはパチンコに行ってる絵が見えるんですけど。さすがに行ってまいります。何取ったん。ハーデス。あーいいね、ハーデス。とりあえず残り1台取れた。いい、ね、え、取れた。ラブジョー笑うなよ。ラブジョー笑うなよ。マジ、え、せあ、まあラブジョー、え、悠々と悠々しすぎる。おい、もう大事。ほら埋まった、先に埋まってました。おー、前代埋まってますから。どうすんだよお前、バカ野郎。まあとりあえずもう物理的にスロー無理だよね。無理無理無理。俺ちょっとさ、パチンコ行ってくるわ、探してくる。っていうか分かってたことやろ。いや、パチンコ埋まるから。パチンコも取れへんから早く。ちょっと待てよ。代わりに取りに行くわ。ちょ整理券なんで持ってないの。整理券とかくれやらへんかったわ。もう整理券切れちゃう。ほんまに。あ、いいいいいい。据え置き据え置き据え置きの据え置き狙いで据え置きの仮面ライダー行こうか。前日高設定っぽい仮面ライダー据え置き狙いで行きたいと思います。アホやな。はい、というわけでがむしゃら激闘2で最終回収録、残念ながらスロットがもう物理的に1台も空いておりませんでしたので、私とめきちはこちらの、仮面ライダーフルスロットル、こちらの方から実践していきたいと思います。よろしくお願いします。あ、でも大体結構朝一早い台多いですね。お祭りの匂いがします。とりあえずスロットコーナーは前代満席になりました。で、注目してたオキドキトロピカル、一発目でいきなりビッグ引いてる台あるんですよね。かなり設定差あるところなんで、やっぱもしかしたらトロピカルはいいかもしれないですね。そうですね、この仮面ライダーフルスロットル、実は僕、まあもうがむしゃらご覧になってる方、お気づきだと思うんですけど、まあ、僕マックス機っていうのがあまり好きではないんですけど、ないがゆえにね、初打ちでございます。まあ、言い訳みたいに聞こえるかもしれないですけど、至らんところ、多々あると思いますけども、まあ、その辺もそんなもんやと思って、見ていただいたらね、ありがたいかなと思います。まあ、その分ね、スロットむっちゃ詳しいんで堪忍してください。すいません。セット後の天国モードもなかったですね。ここも結構設定差あって 12% から 25%、 これはなしと。16、あー、いかんか。
チャンス目149ゲーム。さあ広角以上にいるよ。ドキドキしちゃう。ユータよ、チャンスゾーン来なよ。来た173。うわー、お見せ前か。で設定ほど出やすいチャンスゾーン。一番いい敵態度も低いですよね。さあラスト、ダメね。おっとチャンス目でリロック、いこう。1個だけね、呼べる。まあとりあえず一発ぐらいは当たるまで行こうかなと思ってるんで、しっかりとね様子見と。多分この人数この店内やと、もう一回パチスロにたどり着ける可能性すら、まあ言い台は薄いんじゃないかなと思うんでね。でラブジョー僕前来た時意外と悪そうな感じしなかった、まあ、良さげな一打あったりしたんでね、もしかしたらってことあると思うんで。まあ今日ね乗り打ちなんで、まあ、ドメキさん仮面ライダーハイスペック打ってますけど、まあ怖いっすよね、恐ろしいっすよ。で二郎君も結果ラブジョーしか取れなかったんで、まあ普段僕とか二郎君やったら、まあ、立ち回りしていくんですけど、いろいろ期待値あるだろうっていくんですけど、まあ今日はそれができないんで、とりあえずほんまこのハーデスでゴッと引くしかないですよね。ちょっと暑い、今暑いっすよ。右上がりキナナ、中段キナナ、中段キナナはいいね、中段リプレイですね。ハーデスは全部で6台ありまして、結構早い段階で僕の隣近所も当たったんですよね。まだ、まあ、当たってない台もありますけども、この島がね当たり島やったらいいんですけどね。それに期待、それに期待です。あーっと来た、キナナ3連4連いっとこ、お願い。あーダメでした、まあ、ただ一応一つサンプルできたんで、まあ、高設定の方が木田さん連で当たりやすい。当たってくれへん、これもう惜しいねんな、惜しいねん。おびっくりした、今の演出で来る。うわー、いや、ちょっと一瞬過ぎて何が起こったのかわからんかったですけど、はい、185ゲーム投資だと思うんで紫いただきました。せっかくその嬉しいですけど、せっかくその見えたらもうちょいなんか演出で楽しませてくれたらよかったんですけど、はい、いいよいいよ、いいっすよ。はい、行きましょう、出玉作っていきましょう。ケルベロスです。目標は100ゲームくらいは行きたいですよね。中段なんか引いてくれ。さあ終わりました。まあ60ゲーム、まあまあまあ普通ですよね。はい、では本日一発目のホットゲームいきます。まあ、ステージは強くはないですね。はい、今日一発目のリーチ、まあ、マックスなんでね、リーチごときじゃピクともしません。
ですね、最強武道か思いましたわ一瞬。入った378ゲーム。おお、コスプレで当たりました。さあ、図柄が大事よ。キス、攻めてキス。攻めてキスね。はい。よーし、失礼。384ゲーム、投資が650枚。アタック5ゲーム30枚20枚30枚20枚20枚120枚でラブラッシュ。どうか、さあチャンス目、高確率中っすよ。デートは行くっしょ。はい、でここでまたチャンス目。さあ、お願いします。よっしゃい、ご褒美ラッシュ、来い、ご褒美ラッシュ。今のせー50枚、まあ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 。残念ながら上乗せなく駆け抜けでしたね。60ゲーム178枚の獲得でした。行かせなかった。32ゲーム抜けでございます。あと乗せ50枚、まだ頑張れる、まだ頑張れる。飛べる。96ゲーム278枚で終了。さあこっからイラクの泉見ないね。引き戻しなんかがあったらね、すごい粘りやすい、まあ、チャンスのコスプレ出てきたんで、まあ、もうちょっと打とうかなとは思いますけれども、どうなんかな、難しいな。いやーけど、まあなんていうんですかね、その1年前の初めてのガムシャラ並びがね、朝50人からスタートして最終回初日、450人ぐらい並んではったんですかね。なんか音鳴ったで、入ったと同時に音鳴ったぞ。あ、おっとる、あおっとる、あ、紫色、これがどうなんか俺にはようわからんけど、紫ってでも大都の大とかやったら熱いよ。花でテントウムシが出てきましたね。でタックルチャンス、もう何が何やら、何が何やら、
継続、仮面ライダーフルストロットル変身って出てますね。なんか横にね、爆弾が、次元爆弾が、ここでリーチか。いや弱そうやな。だから継続3回いかんとね。赤字で星3つ、これも多分回せないんで、多分この時点では横にね、テントウムシが2匹いますね。この加速、合流しましたね。え、ちょっと待って、熱いんちゃん、なんか来たね、アクセル全開、赤いか、赤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 、リミット、え、これ熱いんちゃん、ちょっと、え、これちょっと熱そうっすね。まあちょっと琴の成り行きを見守りましょう。ただでもな、ディズニーやったからな、え、当たらんかな。なんかチャンスアップっぽいもんがないっすね。あー、もうあかんわ、青色っすね。いかんよな。まあそりゃそうでしょうね。いや、なんか全体的に弱い感じはしてたんで。いや、なんか俺今の結構やらかしたチックな気が。まあしゃあないですね。まあなんかちょっと自分しんどなってきたからかなと思ったよ。違うわ、ちゃうわ、お前何バカなこと言ってんの。何がちゃうねん。自分が仮面ライダー1万円ぐらい売ってちょっとしっかりってきたから、みんなで集まってわわわわしようか思ったらちゃうんかい。ちゃうわお前、何やねんお前、ちょちょちょやめろ、ちょ仲間割れわかんでしょって。おい、なんか若干カメラさんに相談してたよね、小声で。なんてなんか聞こえた、広場来たらなんか喧嘩してるし、止めに入った方がいいんじゃない。相談して、何やねん言わんでいいじゃないですか、己の判断で来いよ。そうやね、俺ラブジョ微妙やな。微妙、もうあでもあの1個だけなんかチャンスゾーンへの選ばれるっていうのが設定さあって、まあ、それは引いたから、まあ、まあまだ打てるというか、まあ、いや僕まだまだ分からないんで、今400ぐらいいっちゃいます。あで初当たり0か、一応いいか、1回、まあ、紫7やろ、紫7、ちょっと遅ない、400回転あったら半分ぐらい判別済んでる感じちゃう。黒バラの人なんやからな。勝率1位なんやろ、勝率1位なんやろ、なんなん400回転費やしてさ、正体何も見えてへん状況でしょ。あ、でもちょっと悪い要素出たよ、すぐできないんです判別って。勝率1位なんやろ。1位やけどそんなすぐはできひんの。なんで、なんで俺責められてる。だから実力が意味がわからんねんけど、え、ガチの実力が試されるこのティアラさんでは。だから一生懸命判別してますけど、400ゲームじゃできへんねんって。な、怒られてる、どうしよう、すごい大声出すよ、すげえ怒られてる。ちょっと待って、俺のことそんな嫌いなの。2人とも俺そんな嫌われてんの、なんかちょめっちゃいじめられてんやん。行こうぜ、うん、もういいや、いいや、ちょとりあえず僕ハーデス回しますよ、うん、リノやる気あるな。リノマイナスさん1台だけ、それもビッグ1レギュラー4でマイナスっていうだけなんで、ビッグやったらプラスぐらいのノリ。煽りすら来ないって言おうと思ったら来ましたね。あ、入りました。414ゲームヘルゾンです。さあ、ものにしたい、頼む、とりあえず当てときたい。黄色なんで、まあなくはないですけど、ラスト、あー続いて、うわー終わった、残念でした。ラブゾーンでコスプレ行ったんで頑張っては見たものの、
ちょっとやっぱり弱いと思うんで、もうちょっと時間経ったら、ね、移動できないかもしれないですし、今もなおねないんですよ全然空き台が。なんでこの台が高専ってやったら楽やなと思ったんですけどね、ちょっと厳しいかな。はい、大移動します。大移動。青保留に一応変化いくと赤、赤煽り、どうや、そこまで強ないんか、赤煽りそこまで強ないんか、いや割と強いと思うんやけどな。赤い人出てきたで、もう一回行こう、もう一回。なんやねその服、なんやねその服。よっしゃ、ギリさんいった。あ、赤、赤風船で1個残り、これですよね、確か。これ確か割とすげえ趣味悪い服やけど、これ今割と割と熱い状況。あ、山本大輔ってこのおっしゃったんですね。いやー多分今のとかも赤字なんやろうな。うわ、発展もせえへんの、マジかよ。うわ、発展もせえへんのか。僕らパチンコ行こうと思います。ああ、いいよいいよ、当たりやから今日パチンコ。パチンコ当たりますか。うん、パチンコ当たるよ。パチンコ当たりな。いや、何打ったらいいですか。正直、はい、いつまでスロット打つんかなって思ってたから。ああ、なかなか気づけへんかったっすわ、確かに。すみません。あ、まずね、ちょっとほんま乗り打ちやで。はい、はい、周り見えてる、周り見えてる。いや、すみません、ごめんなさい、うん、見えてなかったっす。まあ、とりあえず適当に、もうどれも一緒やから。どれも一緒。うん、あ、そうなんですか。どれも一緒やから、はい、空いてたら行こう。空いてたら、そうだったらいいですか。どれでもいいってことですか。あ、どれでもいいよ。何でもいいですか。ま、当たりやから、今日。あ、当たり。パチンコは当たり。何でも当たりです。やっと気づきましたよ、バカども。ほんま開店からもう3時間ぐらいですか。3時間かかって気づくとかね。ほんま、つくづくスロットしか知りおらへん、コラスは。これはお金のなる気やん。ほんまやん、やっぱこれ絶対勝てるやつやん。プライベートで俺らがシンプルに打ちに行って死ぬほど勝ったやつや。そうそうそう。行こうや、これ行くよ。行こうや、行こうや。あ、え、え、あれやったら、あれやったらその横の着信合間空いてるんで3人でもしよかったら3人で一応声掛けだけはさせてもらおうと思ったんで、はい、着信合間、はい。いや、なんか俺一人やんで、やっぱパチンコあんまようわからんからあんま喋らへんやん。で、自分ら2人で並ぶやん、多分しゃべるやん、わちゃわちゃ、うんうん、ガムシャラ一応俺の番組やん。あ、そこで、多分そっちで、なるほどね、すげえ、ここ半年ぐらいのガムシャラの課題が、はい、うん、尺が足りひんっていうことばっかりやから、はいはいはい、ごめんな、はいはい、尺の話ばっかりして、はい、ごめんな、でもしゃあないやん、こういう職業、うん、なんか、うん、あ、俺らにジャックされたら困るから、そういうことですか。いやーよね、やっぱ。じゃあ行きます。行こうかな、行っていい。もう空いてへんかもしれないけど、待ってくれんの。ちょっとちょっと行こう、急いで急いで行こう。空いてないの。今座らはった。まあだから僕らなんて所詮サブなんですよ、はい、所詮サブなんで主役は一人で、はい、うん、いや交渉や。ジャイケンで負けたやつがライダー打とうぜ。そこまでそこまで嫌なんですか。なんで取ってへんの。いや、着信あり、お前らな。いや、そうちゃうの。だって仮面ライダー楽しそうに打ってたから。じゃあな、何も起こらんと数字だけ回ってんのしんどいねん、わかる。開いたらまた声掛け。いや、だからじゃんけんで負けたやつ仮面ライダー打とう。
わがまま。いや、さ、ロイウチはそれは一緒やろ。おい、今目で合図送ったやろ。お前、グーって。何やそれ。グーってやったやろ。じゃあ、やってやって。カメラマン同士じゃんけんしてもらうか。せや、せや。あかん。めんどくさいわ。最初はグー、じゃんけん、はい。よっしゃ。ああ、腹立つ。一人で。よっしゃ。あ、一人一人勝ちやから、仮面ライダー一人で行く。最初はグー、じゃんけん、はい。これ何のじゃんけんや。最初はグー、じゃんけん、はい。いっぱいいっぱい喋ろうな。そうっすね、いっぱい喋るわ俺ら。だからちっちゃいカメラも俺右側に撮って右側に置くやん、うん、そしたらお前とこう並びで撃つね。いや、もうとりあえずハイライダー撃てや。視聴者プレゼントの応募方法はジャンバリアットマークジャンバリドット TV 宛てにガムシャラプレゼント係とご名義の上、お名前、ご住所、電話番号、番組のご感想を添えてメールでご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。